はい、そこでどういうものかっていうのをちょっとデモしようと思います。あ、そっか、これですね。ミラーリングしろよって感じですよね、俺が。このリアルタイムレスポンスグラフっていうのがあります。で、手元にフーバーアクセスログっていう、なんかまあこれは某プロジェクトのアクセスログなんですけど、まあ、これを、まあ、本当はテイルFから流していくんですけど、ちょっと今やるのは嫌なので変なアクセスが見えたらしたいなので、 Zcat フーバーで普通にパイプで渡します。パイプリアルタイムレスポンスグラフ .pl フォーマット指定が必須なので、はい、すいませんでした。ってやるとこうバーッと出るわけですね。このよ、はい、まあさっさっきと同じなんですけど、ここが1秒、2秒、3秒、4秒、5秒ってなってて、1秒以外に、70% ぐらい緑の線を返すのがですよって書いてあって、70% の線っていうのはこれポストのグラフです。で、まあ普通はゲットなので、まあ、大体 90% ぐらい返せると思うよねみたいな成績が分かるというやつです。なかなかかっこいいと思いません？どや？はい、すいませんでした。でリアルタイムレスポンスグラフはなんか、まあ、なんかこうグラフをリアルタイムにレンダリングしているので、まあ、ちょ一応実装の話をしておくと、何をやっているかというと、ユーズオープン GL してセレクトして、まあ、セレクトのためには BEC っていう僕が初めて使った関数があるんですけどなんかビットベクターみたいなのを文字列に対してセットできる関数を使ったり、ファイルナンバーで stdout のそのファイルディスクリプターの番号を取ったりっていうことをして、なんか結構頑張って、特に useOpenGL 以外の CPAN モジュールはあんまり最近の流行りの全く使ってないっていうクソコードを書き散らし、あのかっこよさを実現するっていう感じですなんか NL イベントとかでできないかなと思ったんですけど、ちょっと難しそうだったので、自力でオープン GL のバインディングを書くのかみたいな感じになって嫌なのでセレクトにしました。はい、まあまあ別にいいですね。まあ別にいいや、こんなコード見ても仕方ない。で、いろいろなコード一応機能があってですね、あんなクソコードでも例えばグルーピングみたいなのがあって、まあ、線がいくつか表示されていたと思いますけど、まあデフォルトで HTMLでゲットとポストなんですけど、他にもいろいろ、まあ、例えばここのパスとここのパスを比べたいみたいなのがあって、うん、あって、それを別のラインにしてグラフとして描画できるとか、まあ、アパチューログフォーマットパーサージェネレーターって何を言ってるか分からないと思うんですけど、何を言ってるかっていうと、RRR なんかアパチのログフォーマットっていうフォーマットをなんかデファインログフォーマットとかいう関数にフォーマットアパチログフォーマットデファインログフォーマットってやり加えてやると、そのログをフォーマットをパーサーできるようになるっていう、パーサージェネレーターみたいなのを書いてて、まあ、そういうのが、まあ、なんか CPAN にこういう系のっていっぱいあるんですけど、なんかちゃんとこういうフレーズとかに対応してるモジュールがなくて、どれもクソだなと思って自力で書いたっていう経緯があります。まあ、そんなのどうでもいいですね。まあ、でも、まあ、これでだいぶ良くなったんですけど、まだなんか物足りない感があるなと僕は感じました。皆さんどうですか？足りない、すいませんでした。そこでハッカー的なことっていうのは、まあ、もうちょっとなんかあるかなと思ったんですけど、まあ、ものすごい可視化ができたみたいな、さらにこう姉妹プロジェクトとしてリアルタイムアクセストラックっていうなんかいかつい名前のを作ってみました。何をやってるかっていうと、直近アクセスをなんか可視化して、特にアクセスの多いクライアントを抽出したりしてるものです。はい、まあ、ちょっとデモします。実は同じディレクトリにあってですねさっきちらっと見たんですけど、全く同じように、早っ、やばい、これは最後までいかないですねリアルタイムアクセストラックっていうのをやると、なんかこうバーって出てきてなんかかっこいいでしょ、縦に流れるっていうのは
これ一つが一つのユーザーさんです。でどこにアクセスしたかっていうのがアクセスした瞬間に点々として出てきます。でこれはアクセスが多い順に出てるので、なんかここら辺のすごい土砂アタックみたいにしてる人がすごいよく分かります。はい、まあ、こういうのがありますと。はい、まあ、実装としては、まあ、ユーズオープンにセレクトしてる、まあ、まだちょっと足りないなと思って、まあ、ハッカー的なことを原点に帰ってなんだろうと思ったら、やっぱり低レベルなのでダメになるから楽しい。まあ、だってね、大抵の映画のハッカーっていうのはなんか画面がずっと流れてるじゃないですか。そこでこれデベル NIT プロフじゃなくてデベル KYT プロフっていうのが、社内では流行ってまして、これは IE 大西さんっていう人が弊社チーフエンジニアの方が作られてまして、これは NIT プロフではなくて KYT プロフです。なんか DBA とかメムキャッシュ D とか IO に関わる、要するにボトルネックになりやすい部分の処理を全部処理時間とともにターミナルに全部出力してくれます。でこれ何の略かよくわかんないですけど、空気を読んで取ってくれるプロファイルとか強度プロフとかよくわかんないんですけど、いろいろあります諸説が。はい、便利な点としては測れるスケールが分かる、まあ、どこから測れたか分かる。例えばテンプレートプライマリーキャッシュの66行目からで何かメモキャッシーのやつが走っていると、もしくは DBM をこう何とか何とかから走っているとか、まあ、もうちょっと分かりやすいレベルになんかフィルターするみたいな機能があって、ここのレベルまでたどってゴールタグをたどってからここに出すみたいなこともできて、すごい便利です。これがあるのとないのとでは、まあ、デバッグ効率が段違いです。さらにかかった時間を表示するんですね。ここの 0.23 ミリセックとか出てるやつですね。はい、一個一個全部すごい。でも、はい、デモします。これはあ、そっか、はあ、ドキドキするわ。まあ、どういうふうにやるかっていうと、普通にやる、これを有効にしたいときは実は何をするべきかっていうと、これ見せていいか分かんないけど、まあ見てもいいか。名古屋伊藤と書いてますね、大沢が。こうデベル KYT ブロフっていうのをリクワイアするだけでなんと使えます。ああ、すごい。でこれを有効にして起動する、起動します。はい、起動しました。起動したのはハテナコピエっていうよくわからないラボサービスなんですけど、よ、あれ、どっち、こっちね。ヤフシのタイムテーブルが出てきました。次にどこに行くか分かって便利。でここリロードするとこっちにバーって出てくるんですけど、なんか一瞬走ってる色がついてるやつがそれです。でブラウザリロードしても、まあ、ぶっちゃけよくわからないので、フラッシュオール C の、まあ、カールすると、カールすると、なんかこうセレクトがめっちゃ走ってるよっていうのが分かると。はい、でちなみにこれでなんかもうバーって走って最適化の余地があるなっていうのをパッと見て分かる便利ですね。どんなに流れるわけじゃないんです。でなんか最後にテンプレートキャッシュを使ってるなみたいなのも雰囲気的に分かると。でまあもう一回やると、まあ、当然今のキャッシュが効いてね、なんかメモキャッシュ以外のほとんどがなくなるなみたいなのが分かると。はい、便利でしょ。まとめ、よかった、終わりそうですね。でリアルタイムレスポンスグラフは、まあ、実用度星3つぐらい、まあ、かっこよさはちょっと微妙かなと。リアルタイムアクセスとかちょっと実用性はないけどかっこよさなんて星3つと。デベレーナーティアも実用性マックスでかっこよさもマックスと。素晴らしい。はい、ありがとうございました。